はい、皆さんこんにちは、山クワです。今日はですね、あるクワガタの産卵セットを組んでいきたいと思います。それがですね、こちらですね。どこにいるかな。はい、こちらです。こちらですね、国産オオクワガタのほのか SPW という血統のクワガタです。ホワイトアイです。でこちらのオスとですね、でもう一匹メスがいるんですけど、メスがこちらになります。これをですね、今まで1週間ですね、1週間程度こちらのクリアスライダーに同居させてまして、まあ、ペアリングをさせておりました。でオスもね、結構メイトガードをしてたんで、おそらくペアリングでしょうということで、まあ、これから産卵セットを組んでいきたいと思います。まあ、オスメス両方ともホワイトアイです。はい、でオスメスホワイトアイっていうことは、まあ、生まれてくる子供もホワイトアイになるだろうと。はい、ですので、それを繁殖させるためにこれから産卵セットを組んでいきたいと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、それでは今回使うケースはですね、こちらの小林シャッターの中ケースですね。はい、中ケースをちょっと使っていきたいと思います。で、あの産卵セット組む場合って、あの産卵木、産卵剤ですねを、あの2本入れる方とか3本入れる方とか、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけど、僕はですね、今回あの今日1本にします。はい、1本だけ入れてみます。まあ、ケースの大きさの関係もあるんですけど、これ1本入れちゃうと結構パンパンになっちゃうんで、まあ、こちらの1本でやっていきたいと思います。で、あの産卵剤の皮を剥くかどうかなんですけど、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけど、僕はですね、あの皮は剥きます。で、このオレンジの部分とか剥く方いるんですけど、まあ、僕も結構剥く派なんですけど、今回ちょっと剥きづらかったんで綺麗に剥けない状態ですね。で、これでちょっと今回やっていきたいと思います。はい、それではこちらのケースの方にマットを入れていきたいと思います。で、マットを入れ終わったら、あの固く詰めていくんですよね。ちょっと今回は手で固く詰めていきたいと思います。はい、はい、固く詰め終わりました。そしたらこの産卵剤を横に、縦ですかね、横にですかね、ちょっと分からない言い方が分からないんですけど、まあ、このようにケースに対して横に入れていきたいと思います。そしたら残りのマットですね、ちょっとふんわりと入れていくような感じでしていきたいと思います。
はい、マットを詰め終わりました。で、僕の場合は散乱剤はマットからちょっと出すような感じで、これで完成です。で、ここにですね、プロゼリーを、何個か入れておく。とりあえず4つ入れておきます。産卵行動に入ったメスはやっぱり高タンパクゼリーをたくさん入れておいた方がいいらしいですので、はい、僕は大サービスの4つ入れておきたいと思います。はい、こんな感じですね。贅沢ですね。で、ここに先ほどのペアリング済みのこのメス、ホワイトアイですね、これを入れておきたいと思います。あ、慣れなくなっちゃったよ。はい、ここにこう入れておきます。あとはたくさん産んでくれるように神頼みです。よし。で、たくさん産んでくれよと言いながら蓋を閉めます。たくさん産んでくれよ。はい、完成です。あとね、これを放り出すまで2ヶ月放っておきたいと思います。その間に1ヶ月経ったらですね、産卵終わってるだろうという見込みでメスを取り出していきたいと思います。はい、そちらも今後動画にしていきたいと思いますので、よかったらご覧になってください。今回もご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。